ていうことも可能性ありますね、うん、さあ打っていきましたがショートよく取っている中野の一塁送球これがなんと、うん、間に合いません。なんとか清水カットボールですけどね、まあ、うまく引っ掛けさせたんですけども、はい、まあ、中野選手もね球際強かったですし、まあ、これもう目いっぱいのプレーですよね。うん、これはライトへの大きな当たりになりますが右中間はどうでしょうか。センター通近本が行きました。間に合っています。ナイスプレー。長い距離走って近本掴んでタイミングを外すために2段モーションにするのか、はい、レフト通りましたか。ナイスプレー。西川歩きグローブの先でしょうか。よく追いつきました西川歩き。いや、ナイスプレーですね、うん、今のはね長い距離を走ってね、はい、まあ、今のはもちろんポジショニングも良かったんですけど、ちょっとラインドライブしてますしね、はいはい、非常に難しいですよね、はい、うん、これは左中間センターへの打球バックしてセンター近本がフェンスの手前ナイスプレー。まだ余裕があるぐらいでした。うん、ライトへの打球はライト、うん、ライト佐藤輝明ナイスプレー。引っ張ったあたりファーストが出てきます。二塁投げて二塁でアウトを取りました。ここもバスターできました。サードが取って二塁アウト一塁バウトダブルプレイ。ここダブルプレイを取りました。さあラストボール低めの球打ってドデドデの当たりはピッチャー取ってバックホームホームでアウトを一つ取りました。浅村の当たりピッチャーの小笠原が出てきてホームでアウトを取りました。やっぱこの投げ方でタイミング合わせるの非常に難しいと思いますね。はい、サードがカットします。ショートバンドになりましたけども一塁間に合いました。ツーアウトです。っていうのはねやっぱり避けたいですよね。はい、ここも初球から来ましたがハンドリングよく山川を抑えました。もうね絶対追加点は与えちゃダメですよね。はい、山川が追いついてボールを取りました。取り切りました。少しファーストミットの中で、まあ、ジャンプした後ボールが遊んだんですがここは山川がショートが下がって大和先頭バッターを中川が取りました。ストレート打ち返したライトが下がってボール掴んだ。渡辺が地元を試みましたがライトのファインプレー。いやー渡辺はー今度はショート山田軽快なプレーでまさに変化球で仕留めて今度はサードスパンジェンバーグデビュー登板を三者凡退。また面白いところに飛びましたがスパンジェンバーグよく内野も森の初球の当たりは俊足飛ばして宮本森レフトへの浅いフライ打ち返してセンターの左は飛び込んで桑原がボールを取りました。ここは桑原ナイスプレー。いや本当にナイスプレーですよね。はい、いやもう今のは抜けてもおかしくないところですけども飛び込み方が本当スーパーマンみたかったですよね。8対2から最大6点差。